テレビゲームの歴史。今回も前回に引き続き、一貫して遊びをクリエイトしてきたナムコゲームの歴史を振り返ってみましょう。スーパーパックマン。根強いパックマン人気に応えて登場したのがこのスーパーパックマンです。スーパーパワー餌を食べると巨大化しスピードアップするパックマン。ドアを突き破ってモンスターの巣の中に入ることもできるようになります。ゼビウス。ゲームデザイナー遠藤正信氏のデビュー作と言われている作品です。このゼビウスの大ヒットを通じてゲームデザイナーという概念が人々に定着しました。アンドア・ジェネシスと呼ばれる巨大な敵キャラクターや特定の場所を攻撃すると出現するソルなどボスキャラ、隠れキャラのブームも巻き起こしました。
スーパーゼビウス、点数表示の限界を超えてしまった1000万点プレイヤーのために作られた難易度の高い作品です。マッピー、ネズミの警官マッピーはいたずら猫ニャームコの館から隠された品物をすべて取り返さなければなりません。トランポリンでフロアを上下してドアで猫たちを跳ね飛ばします。愛らしい絵柄とキャッチーな音楽、ショーアップされた演出で人気を博しました。パック&パル、パックマンシリーズも3作目、パックマンにミルという仲間ができました。スペシャルターゲットに
ラリー X やギャラクシアンのキャラクターが登場しています。ポゾン。ケミックと呼ばれる核を操作して、浮遊する分子を決められたフォーメーションに結合させるとクリアで、次の指令が与えられます。リブルラブル。左右2本のジョイスティックで操作するこのゲームは、囲んで取るというシンプルで新しいゲームシステムで話題を呼びました。魔法の道具リブルとラブルでマシュリンと呼ばれるキノコをすべて囲めば一面クリアとなります。宝箱から飛び出す6人の妖精をすべて囲むと、奇跡と呼ばれる美しい画面を見ることができます。
ギャプラス。ギャラガの続編として登場したギャプラスでは、自分のシップを自由に操作してスペースバトルを繰り広げます。敵からパーツを奪い返すことでパワーアップしてエイリアンを味方にすることもできます。ドルアーガの塔。アーケードゲーム初のアクションロールプレイングゲーム。面ごとに設定された謎をあらかじめ知らなければクリアすることができないという、プレイヤーをあえて限定したこれまでとは正反対のアプローチが多くのファンに支持されました。パックランド。パックマンシリーズの第4作というより
パックマンを主人公にした新しいゲームと言えるでしょう。美しい画面と音楽はアメリカでテレビアニメ化されたパックマンを元に作られました。迷子の妖精を無事に送り届けて家に帰るとパックマンの家族が出迎えてくれます。グロブダー、遠藤正信氏によるゼビウスの対局ともいえるこのゲームでは、限定されたフィールド内での勝負の速さが追求されています。ゼビウスに登場した敵戦車グロブダーが主役に抜擢されました。ドラゴンバスター、主人公クロービスを操作してモンスターを倒しながらドラゴンの山へ向かうロールプレイング風のアクションゲームです。この作品で初めてバイタリティという体力を表す要素が導入されました。主人公は体力ゲージがゼロになるまでは死なないという設定が画期的でした。
Thank you.